こっちが通れなくなってると。モンスター出るようになったから塞いじゃったのかな。そんなところで遊んでたのか。スラム育ちですから。たくましいな。嬉しくない。ちょっとガクってなったように見えたよ、プラウドが。じゃあこっち、こっち行ったらウォールマーケットで出ちゃうんじゃない。それはそれで俺嬉しいわ。はい、だからここキュン、ハイポ2つね。いやーもうハイポでも満足できなくなっちまったよ。ハイポで満足できねえ体になっちまった。ういで、クラウドと。うい、ん、あ、こっちか。狭っ。通るとこじゃねえだろ、これ。はいはい。こっちにもなんかあるんじゃない？そんなことない？よし。これどこに向かってんだこれ。大丈夫なのか？ちゃんと7番街に向かっているんだ。ああ、なるほどなるほど。抜けたということ。わあ、出た13区からのラビットチェイン。オッケーで、畳みかけて、おっと、ああちょい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 、おい、からのラビットチェイン。よし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 、いやー強い、さすが属性霊気だ。あっという間に倒せる。あれどこだ、こっちか。うん、大丈夫大丈夫。おい、シンドボックス。ポーションが3つ。もうガブ飲みせよと言わんばかりの。あれこれもしかして。センギル、あ、センギルはいいけど。あ、やべえ。迷っちゃった。迷っちまった。あれ、あ、こっちか。こっちか。なんかさ。図らずと。うわ、これ絶対動くだろ、これ。ほら。ほら。あ、なんか吹っ飛んでく、吹っ飛んでく。あ、シンドボックス、シンドボックス。どっちだろうこれ。正規ルートはあっちっぽいな。上は絶対こっちにもなんかある。どっちだ。あー、こっち、んー、どっちだろう。正規ルートを知りたい。あー、こっち進むっぽい。いやー、もう困るわ。どっちだろう、どっちだろうな。下かなー、下っぽいけどなー。あー、どっちも進みそう。わかんねえ。あ、でも、ん、行き止まりみたい。よかった、当たりだ。俺こういうの当たりって言うから俺。よしよし、メガポーションいいじゃん。かつ、シーンラップボックス、いいね。フェニックスのにポーション。あ、マテリアが見える。あれ、マテリアの輝きだよね、あれ。ここでも行き止まりだから、多分上から行くんだな、多分。そのはず。片付ける。おお、やっぱ動くのかよ、こいつ。もう、あ、クラウド沈黙、まあ、沈黙でもまあ別にいいよな。OK。で、かつこれはもうエアリスの方がいいね。反対反対。エアリスのサンダラで行きたいから。はい。はい、2300。いいダメージよ。ちょっと待って。毒ってんのか。OKOK。このまま、そのままサンダラで。はい、オッケー。ああ、強い。ああ、忘れた。もうこれ忘れたよ。ああ、もう油断しちゃうんだよな、やっぱ、ふーってなっちゃうからさ。いくらポーション大量にあるからっつっても、このペースで使ったらまずいな。さてと、おお、あるある、マテリア。ただ、また動かすのか。アームで、あのコンテナ掴めない。あ、そういうこと。コンテナを掴む、外すの丸ボタンが追加されていると。となれば、下に下げて、で、ん？こうか。で、掴むと。はいはいはい、ギュッと。ほんで、
もしかしてアーム担当だった？アーム担当ってなんだ。元ソルジャー、はい、ソルジャーのアーム担当。え、いいじゃないクラウド、やれ、やるんだ。クラウドノリ悪すぎ、モテないよ。あれ見て、どうして意地悪するかな。またエリサ乗せないとね。腕の見せ所だね。人使いが荒い。さあ、普通にやって、ね、はい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 。エアリスのちょっと待って、こうしてエアリス乗っけて下ろしてもらうんだけれども、クラウド、いいよ。ちょっと待てよ。あ、わかった、このコンテ、おお、もうここで話しちゃえばいいのかな。こういうことか。ほんで、まあとりあえずエアリスがここにいるから、とりあえずエアリスを乗っけて、またラピュタやって、どうにかしてあのマテリア頑張ってコンテナの上に乗ってね。あ、わかった、エアリスに取ってもらうのかな。ちょっと待って、ほらここで降ろしてさ、ほら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 、ちょっと待ってて、ほらほら、取って取って、そういうことか。封じる、ね、また新しいモテリアだよ。多分サイリスとかそこら辺だと思うんだけど、やったー、新しいモテリアゲッチュ、嬉しい、イエーイ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 喜びの舞。エアリスロボットアームバージョン、もう絶対ぶち殺そう俺こんなことしたら。ふざけんじゃねえてめえつって、そんなこと言う暇もないだろうけど。はい、ストップ。オッケー、今はしご下ろすね。はいはい、蹴り下ろしてるぞそれ。ちょっと待って、あれメニュー開けない、なぜだ。よし、とかどっちにしろここに来れたのか、わざわざ下にもう一回行かなくてもな。宝箱とかはおそらく大丈夫かな。よし、戻った戻った。封じるマテリアちょっと見てみたいです。これか、封じる封じる、あった、あ、やっぱりね、行動制限魔法が使える、スリプル、サイレス、バーサク。スリプルはまあもう何回もやられてる睡眠状態に相手して、サイレスは沈黙、バーサク状態。これはもうあれだよな、そのままなんだろう、自動的に敵を攻撃する強戦士状態になるという、そんな感じの状態上ですけど、操作を受け付けなくて戦うしかやらなくなる、その代わりその戦うがめっちゃ強くなるみたいな、そんな状態上ですけど、まあ使いづらいよな本当に。ピンポイントで敵の弱点をつくみたいな、そんな感じのマテリアになりそうだけれども、で絶対こっちもなんかある、絶対ある、こっちとか言いながら別のとこ行ってるし。クラウド、ゆっくりでお願い。わかった。なになになに、そんな意味深なことを言わないで。うわ、ネズミいるし。うい、ポーション、はい、ポーション。あれ、こっちもしかして進んでる、あれ、あ、待って待って、進んじゃってないこれ。ちょっと待って、あ、やっぱ行き止まりか。行き止まりだけど行き止まりじゃない。よかった、来といて。さあ、なんだ？あ、コスモキャニオンのジャズアレンジ。へえ。いい、いいですよこれ、わかる、ジャズアレンジだけど、あ、いいねこれ。
素晴らしい。いや、よかった、いいわこれ。これかなり上位だ、今までのミュージックディスクの中で。一番は何かはもう皆まで言うなですけれども。あー、これいいね、これよかったわ。いい、あ、でブラックブレス変えちゃうんだ。で、アクセサリーはいつも通り、マテリアもいつも通りかな。うん、よし。いやー、いい買い物した。そしてベンチもある。さあ、もっとね、このコスモキャニオンのアレンジ、ジャズアレンジどんどん聞いていきたいですけど、ちょっともう仕方ないですね。戻りますか。はいはい、戻ってきましたと。またこれか。エアリスとデートすると必ずこれがあるな。付き物になっているな。平均台みたいな。エアリス大丈夫？ああ、よかったよかった。またなんかマコールっぽい、マコールナイブっぽいところだ。まあまあ、プレートなのか。ほい。ようやく着いた？こんばんは。はい、こんばんは。ああ、シンラボックス。そこに目がいっちゃう。うん。うん？明らかに誰かいた後あるやん。まだ新しい。うん、新しいぞ。私たちもキャンプしていく？そんな時間はない。それに、おい、見ろよ、泥棒がいるぞ。ああ、人んちを荒らしやがって。おー、この曲、こりゃ弁償してもらわねえとな。弁償弁償弁償ってなんだバーカ。お前は本当に何も知らねえな。弁償ってのはな、その、あれだ。おぉ、えぇ、あはは、弁償ってのは、その、あれだ。あれ、俺たちは何もしていない。うん、ただ通ろうとしただけ。あぁ、信じらんねえな。じゃあ、どうすればいいの？身ぐるみ全部置いてってもらおうか。身ぐるみってなんだ？バカ、身ぐるみってのはな、その、あれだ、弁償だ。身ぐるみが弁償か。うそ。もうめちゃくちゃ。ああ、もうめちゃくちゃだよ。戦うの？しかもこの曲で、いいね、ウォールマーケットの曲ですよこれ。懐かしいなと思ってたんですけど、ラピッドチェイン。待て、あ、なんか盗まれてる。しかも結構な額を。てめえこの野郎、ペグてめえだな。ちょ、起きろクラウド、起きてくれ。寝てるんじゃないだろこれ。滑走路、ちょ、この野郎、てめえ。貴様、とりあえず見破ろう。あー、もうこれ何なんだこれ。エアリス助けてくれ。で、サンダーかなー。あ、もう倒しちゃってるわ一体。しびれる、えい、アリアン。結局見破る使わずに終わっちゃうんじゃないの。一応使っとこう。間伐道路を縄張りとするペグ同族団のメンバーは適当な性格で全てをリーダーに任している。特技は死んだふり。じゃあやっぱ死んでんのかなこれ。魔法攻撃でダメージがたまりで、もうでも死んじゃう。はい、終わったよ。あ、よかった、638キル、さっき取られたの取り返してるわ。よかった、動くなよ。間抜けだ。あ、釘バット持ってる。バレてない、バレてない。おら、おら、貴様よくやってくれたな、この野郎。まったくやー。おい。おい。オッケー、山越え、今食う。いやー、オールマーケットの曲懐かしいな、ほんとに。早くもう行きたくなってくるわ、オールマーケット。ペッペッペーン。今のうちだ、ずらかるぞ。お、ずらかれずらかれ。あれだね、高木渡るですね、これ。声。玄太くんだなと思ったんだよ。もしくは奥安。クラウド、どうしてソルジャー辞めたの？いきなりだな。言いたくないならいいけど。ソルジャーの時、仲のいい人とかいた？いや、いなかった。そっか。ペッペッペ。おお、あ、これまたペグ盗賊団じゃねえのこれ。こいつの腕試しだ。
備え。えい。ペッペッペーン。パグラー A。パグラー B。バグラーか。7割しか強い弱いもので集団で、あ、魔法なので、やっぱ魔法で攻めるべきであると。おい。ピザメ？あー、やばい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 。よくピヨルのスタンになっちゃうよね。ちょっと、ケアルしてあげよう。おい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 。あー、くる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 。くる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 。魔法が弱点、ファイヤーが弱点だったよね。これで死ぬだろ。おい。強い。めちゃくちゃ強いな、おい。ほいほいの、聖なる魔法陣を敷いて、で、ATB ブーストで ATB 貯めて、で、サンダラで2発攻撃と。完璧な、完璧なこのプレイング、どうですか、これ。完璧じゃない？で、攻撃連打して貯めて、あー、なんか来てるけど、構わずとりあえずサンダラ？サンダラ？サンダラ？はーい。はい。お、完璧じゃん。強すぎだよ、ヤリス。やべえな。一応ちょっとポーションガブ飲み、いっときましょう。エアリスに2つ、クラウドに1つかな。オッケー。ほんで、あー、またなんかマテリアあるじゃねえか。ペッペッペーン。また、はしごが上に。マテリアもまたあるぜ。クラウド、アームの操作お願い。オッケーオッケー。またエアリスにはマテリア取ってもらわなきゃいけないんだけど、あ、他のアームに切り替え。へえ、なるほど。アームが積みに運んでいるときは破損防止のためアームの切り替えができないと。となれば、とりあえず掴んでもらって、はいはい、何、あ、分かってるんだよ分かってるんだよ。ただこれをこうして、多分この黄色い線に囲まれてるところしか積みに下ろすことが多分できないから、こうするだろう。ほんでやりそう。違う、ペッ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 。いや、アームの切り替えっていうのはこっちか。あー、なるほどね。あ、分かった、そういうことだ。こっちのアームも積み荷を掴んで、はい。これ、掴めてるんだね、これ。ほんで、こうして、こうして、届く？これ。ここで話せるけど。あ、こういうこと？え、これじゃないよね。ちょっと待って、一回アーム切り替えて。いや、きっとね、ここで、ちょっと待って、掴んだ。あ、合ってるんだ。多分俺、これ合ってる。ほんで、上げてからの、あ、違う、反対。ほら。ここに設置すればいいのよ。ガッタンガッタンになってる、ガッタンガッタンになってる、ガッタンガッタンになってる。こうでしょ。ほら、来た。これでお膳立ては完了しているから、エアリスを連れてくればいいんだ。よしよしよし。いや、本当にクラウド やってたっていうね。クラウドアームやってたっていうぐらい、素晴らしい動きですよ。こうだ。これでマテリア取ってもらうんだ。頼むよ。ほら。さあ、なんだ？支援系マテリア青だからな。範囲化マテリアって何？全体化ってこと？でもなんかあったな。なんかのあれで見なかったっけ？チュートリアルかなんかで。全体、今回の全体化マテリアが範囲化マテリアってことか。チェックバー。ほんで、アームの切り替えをどうするかだよな。多分、一回このコンテナの上にイアリス一回下ろしてから、ほんで、アームを切り替えるでしょ？物のように扱ってる。で、ここで集計すればいいんだよ。イアリスを。
あれ違う？違うのか。ガコンガコン。どういうこと？ガンガン。こうだと思ったんだけどな。一回ここを2段にして、この2段目のところにエアリスを乗っける。そしたらいけないかな。こっちこっち。高さが足りなかった的な感じじゃない？関係ねえかな。でもなんかもうそれ以外やりようがない気がするけど。ほんでいける？あー、できる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 。頼むぞー。もう来てくれこれで。で、切り替えるだろ。頼む、来てくれ。あー、よかったよかった、できるできるできた。あー、びっくりしたよ、もう迷ったわー。これコンテナ1段でもなんか届きそうな気がするけどな。ギリギリ届かないのか、間に合わなかったのかな。よしよしよし、できたできた。何気に苦戦したぜ。ありがとう。今はしごを下ろすね。ああ、頼むぞ。思いっきりぶち蹴ってくれ。ガン。ああ、長かった。共同作業再び。そう、初めての共同作業だったんだ。エアリスとのこっちか。一応何もないか見ておくか、軽く。何もなさそうだけど。あ、そうだ、で、範囲化だ。範囲化マテリアって。もう多分予測正しければ全体化だよね。ちょっと待ってよ。あったあったあった。組にした魔法マテリアの効果範囲を広げる。やっぱりね。単体で使用したいときはコマンド選択時に L1 で切り替えができる。組にしているマテリアの効果範囲、範囲化の効果減少率 60%。 あら、 60% はでかいね。まあ、ま、あれか、レベルが上がっていくとどんどんその減少率が下がっていくと。これもやっぱりエアリスと組にさせたいところではありますが、 ATB ブーストもな、使いたいんだけどな。ちょっとマテリアの数足りねえよな。でも範囲化はこれ育てたいよね絶対。毒がいらないのかな。回避切りももうちょっとで。じゃあ回避切りの AP が、いや回避切り欲しいんだけどね。あー、悩ましいな。どうしよう、つけてんだよな。 ATB ブーストも欲しいし。うん、決めました。ちょっと回避切りの AP がもうちょっとであれだから、レベル上がるから、そしたら範囲化つけましょう。せっかくね、回避切れのレベルが上がったから、ちょっとそれをどんどん使っていきたいですけど、ちょっともうそうも言ってられねえからな。範囲化も使えて。さあ、ハイダッシュ、クラウド。イチャつけ、イチャつくんだ。はい。お、クラウド、今急ぐぞ。あら、クラウド、なになに、ニヤニヤしてくるわ。次は合わせるからね。何の話だ。ごめん。そうだ、エアリス、今のは痛恨のミスだな。おっと、そこのカップル。おいおいおいな、やば。またちゃちゃ、こら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 、乱暴するんじゃありません。で、あ、こういう時に範囲化欲しいんだよな。はい。あ、てんめえ盗みやがったな。あ、倒した？あ、違う違うな。MP がない。マジか。エーテル使おう。やばい、フルスイング。貴様、よしよし、取り戻して取り戻して。あ、もう倒せるな。おいおい、オッケー。やったね。ほら、出口。別れの時、別れちゃうの？エアリスと？まあでもそうだよね、送ってくれるまでだったもんな。ん？通れないけど？あ、取れた取れた。
お、エアリスの手にこの三角ボタンマークが。まだかな。ホールド、しかもホールドしてる。わかったわかった。アクラウド、手を上げるんだ、手を上げて。まだちょっと、まだちょっと踏ん切りがつかない。わかりました。クラウド初めてのハイタッチ。イエーイ。いやー、いいね、クラウド。心開いてきてるよ。そしてこの公園か。緑公園っていうんだね。7番街スラムへ抜けるエバーグリーンパーク。閉まってるな。開くのか。ねえ、少し座って話さない？いや、そんな時間は。クラウド、こっち。早く。昔ここでお花を売ったことあるんだ。そうか。いいね、デートですね。クラウドってクラスファーストだったんだよね。うん、一歳で中。そっか。それがどうかしたのか。ううん、同じだと思って。同じ？誰と？初めて好きになった人。うん、やっぱそうだ。ここで話するんだ、確か。名前は多分知ってる。おお、おお、コントローラー振動してる。そうなるよな、その名を聞くとね。お、綺麗。え？瞳。ああ、魔法を浴びた者の瞳、ソルジャーの証だ。うん、知ってる。ごめんね、こんな話。ここで昔お花を売ったことがあるっていうのも、またあれかな、あのゲームをやっていればわかるっていう感じなんですかね。あの PSP のね、見なくちゃね。うん、またこれも重要イベントでしたね。超重要イベントだ。この公園もまたすごいリアルになってる。このベンチ休めたりしないかな。自販の隣のベンチだもんな、多分休めるのは。でも、あ、でも結構な HP も食らってるしね。あ、これ登れるということは、あ、そういうんじゃなくて、そういうんじゃなくて。おー、楽しい。クラウド、お前急ぐんじゃなかったのか。いや、でもこれ楽しい。うーいいな。もう一回ぐらいやりたいけど。あ、これも、これもふんふんとか言いながら。いいね、いいね。あ、そして公衆便所。あ、ダメか、入れねえか。発展場、発展場か。こっちにもなんかあんじゃん。おお、しかも宝箱、いいの入ってろ。あ、入れてる。いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん。さっき使ったしな。マテリアとかはさすがに落ちてねえか。そうだな。いや、ひとしきり遊びましたよ。ここ、ちょっと待ってて。なんだ。見て、隠し通路、7番街スラムまで繋がってるの。あ、へえ、そんなのあんの。これ原作になかった気がする。へえ。じゃあどうぞ。帰りは大丈夫なのか。大丈夫じゃないって。
って言ったら？家まで送ろう。それって変じゃない？大丈夫。実はもっと安全な近道があったりして。エアリスパーティーから抜けちゃった。あれもう帰っちゃうのか。確か原作だったらここでねっていう感じなんですけど、まあじゃあ行くか。それじゃあもう行く？マジで？この選択肢があるってことは、ちょっともう一回だけ。もしかして寂しくなった？うん、それは否定できない。もっと遊んでいいってこと？わーい、そういうこと？違う。まあエーテルの宝箱があったから、まあそれ取ってよって感じの選択肢だったと思うんですけど、そうだよね。チャリンチャリーン。そうだな、まあ大丈夫だろ、行こう。よし、行く？ああ、よし行きましょう。やっぱりそうだよね。7番街スラムのゲートが開いて、チョコボー初めて見たよ。はいよ。FF7 リメイクのティファ。あ、ティファ。ティファが乗ってるの知ってるけど、セクシー。何このクソ。クラウド、よかった、無事だったんだ。ちゃんと話すんだね、このシーンで。どうなってる？どうなってるの本当に。事情は後で説明するね。私これからコルネオのところに行くから、クラウドはアジトに戻ってバレットたちと合流して。でもこっちは大丈夫。私の蹴り見たでしょ？そうだそうだ、股間に蹴り入れてやれて。分かった。ティファーに股間に蹴り入れられたらマジで死ぬと思う。悶絶どころの話じゃね。あった、よかった、このイベントありましたね。ちゃんとティファーとの会話イベントもあった。ティファが最優先。うん、ティファはその辺りの男よりずっと強い。お前で昇竜拳からのかかと落としできんのぞ。どんなに強い女の子でもじわじわと締め付けて心をポキンと折っちゃうの。ティファが言ったのはそんな人と大勢の手下がいる場所ね。クラウド、大切な人でしょ、助けてあげなくちゃ。という流れでウォールマーケットに行きますと。急いで、いいね、追いかけよ。待ってたぜ。これちょっと急ぎたいけど、いろいろ宝箱ないかどうかもちょっと見たいけど、もうそんな流行る気持ちを抑えられん。ウォールマーケット待ってたよ俺は。あ、ちょっと待って、これ中継散布じゃない？中継散布。もうちょっとダメだ。ミッドカルブルースもあるし、どういうこと、どういうこと、ダメだ、目移りが半端ねえ。もうダメだ、いろいろテンションが上がってしまう。あ、またなんかある、またなんかある。ミッドカルブルースこれなんだこれ。ん、あ、見ない見ない見ない。空舞う花に魅せられて、ん、映画ってこと、よくわからんけど、なんか宣伝の看板たくさんあるよ。来た来た来たよ。あ、ここに一番が乗ってた。チョコボもまたいいね。ミッドガル1だ。こんな可愛いチョコボをこんなに使わせやがってな、おめえ。いらっしゃい、チョコボかい。そのチョコボ車に乗ってた子、藤岡弘みたいなやつ。どこ行ったか知らない？客じゃないなら帰ってくれ。こっちも暇じゃないんでね。すまねえな。俺たちも暇じゃない。そうだ、俺たちも暇じゃねえんだ。やんのか？だめこれ。何騒いでよ。さ、サム、サムって何？またなんか同じような熱出てきたぞ。いねえ顔だな。そのチョコボ車に乗ってた子探してるんだけど。探してどうするつもりだ。すっごいドス聞いた声だね。その子がタイプなんだって。チョコボ。だから。兄ちゃんも好きだね。と言っても。なんか結構連れてきた。牧場でなんかウエスタン的な格好してんのに言ってることがちげえぞ。特徴？ティファの特徴はスタイルがいい、蹴りが鋭い、店を切り盛りしてる、全部じゃねえかよ。どうしよう。
オッケー、わかった。俺また目つぶってます。はい、店を切り盛りしている。うん、まスタイルがいいということで。スタイルがいい。うん、俺がもう目をつぶってルーレットした瞬間これをやるだろうなとは思ってたんでしょうけど、その通りです。俺も内心分かりながらやりました。兄ちゃんも打ち抜かれちまった口か。でも残念だったな。あの子は当分出てこれねえよ。どういうことだ。あの子は特別よ。コルネオさんの屋敷に入ってオーディションを受けることになってる。オーディションって？コルネオさんが嫁を選ぶオーディションさ。ティラちゃんはコルネオさんの好みにドンピシャ。長年代理人をやってきた俺が言うんだから間違いないね。だから当分は屋敷から出られないってわけだ。もしかしたら一生出られないかもな。ドン・コルネオの居場所を知らないか。おい、なんだ、やっぱり面倒を起こそうって腹か。起こすなら勝手にやってくれ。俺を巻き込むな。帰れ帰れ。帰れ帰れ。ちょっと、うん、とにかく街の中探してみよう。さあウォルマーケットだ、行くぞ。コルネオの館へ。あれかな、サブクエストとかないのかね。こっちかかといって、この中には入れないと。うんうんうん。新人、この2は検品しなくていいからな。はあはあ。ドン・コルネオ宛ての2ですけど。うん、だからだ、言わせんな。うん、言わせんなバカ野郎ということか。おっ、けーん、フェニックス様ね。死んだボックスから普通に取れそうだけど。あ、はいはいはい。返事遅くない？おー、